おはよう。今日のおしゃべりがどこへ導いてくれるのか見当もつきません。では流れに身を任せて始めましょうか。親愛なるブロッサム、そしてすべての人へ。当然のことながら、これはそうするのに適しています。慣れ親しんだ友人たちと一緒にいるとき、そうなるのではないでしょうか。会話の流れに身を任せること。しかし私たちはさらに流れについて話したい。なぜならこの流れを許容することで、あらゆる期待を超える内なる場所へと導いてくれるからです。人が役に立たないことに集中するとき、取り除くべき閉塞があります。それらは魂が旅立ちたいと願うその場所から妨げ、抑制します。手放すこと、流れに任せること、許すこと、ありのままでいることが、努力することなくここまで旅することを助けてくれます。わかりますか？努力することを手放してください。悟りを開こうとすること、他人に奉仕しようとすること、自分自身に奉仕しようとする、この世界をより良い場所にするために自分がすべきと思うあらゆることをしようとする、努力することを手放すのです。そうすれば、努力する必要がないことを知れば、流れに身を任せることができます。私はエイブラハム・エスター・ヒックスから、人は常にボートを下流に浮かべるべきだということを学びました。私は以前、物事がうまくいかないと感じた時に、カヌーに乗って川の上流に向かって夢中で漕いでいる自分をイメージしていました。そしてカヌーの向きを変え、パドルを水面から浮かせ、流れに身を任せる。障害物にぶつかったら降りて岩を取り除いたり、別の道を探したりします。忘れていたけれど、これはいい道具でした。確かにブロッサム、私たちは何度も視覚化があなたの最も強力なツールであることを表現してきました。白雲が最初からずっとそう言っていたのは知っています。あなたにはこのような時期にあなたを助けるツールがたくさん与えられています。低い波動の思考から抜け出すために、想像力を使ってください。あなた方一人一人が低い周波数から引き離すためのこのギフトを持っています。必要なのは目を閉じてイメージすることだけです。そうでなければ T シャツでもいい、目を閉じて思い描くんです。気に入ったわ。ブロッサム、あなたを他の場所へ連れて行ってくれる思考を制限しないでください。あなたのハートを高揚させ、愛という正当な場所に戻してくれる場所。あなたの思考を、あなたが自分の能力をその箱の中に入れている箱の外に連れ出してください。宝箱を思い浮かべてください。包まれた贈り物を思い浮かべてください。瞑想の中で宝箱の鍵を開け、贈り物の包装を解き、アイスキューブの中にいる自分を見て、ツルハシで氷を砕く。そしてそれはあまりに重労働であることに気づく。そこでアイスキューブの中に座り、太陽の源を呼び込む。太陽がどれほど簡単に氷を溶かしてくれることか。これが流れに身を任せるということです。毎日を楽に過ごす方法を見つけるのです。そのためには努力しないことです。しかし私たちが低い波動の中にいるとき、そこから抜け出そうと努力する必要がある。そうしなければ物事の低い感触にさらに沈んでしまう。しかし自分の気持ちに気づくだけで、呼吸を整え、目を閉じ、考え方のペースと場所を変えるのに大きな努力は必要ありません。これをやってみる必要があるのでしょうか？そうですね。いや、そうするためには何の努力も必要ないからです。そうすることは努力することを楽しむことに変えることだからです。親愛なる魂たちよ、この分野でのあなたの訓練は完了しました。
自分を抑え込まないでください。知るのだ、知るのだ、知るのだ、自分が何者であるかを。あなたは光の愛です。そして、あなた方の中にある真実は、あなた方が光、愛であることを受け入れ、許し続けることによって、あなた方の力が、これがあなた方であることを証明することを可能にします。努力するまでもなく、あなたは光の愛です。あなたは光、愛を排出している。あなた自身がそうすることを許しさえすれば、努力さえせずに、あなた方の多くは今、自分の存在から愛の光が流れることを許すバイブレーションを持っています。努力することなく、そうしましょう。そうなるように、流れましょう。あなたの存在を通して、光の愛を流れさせましょう。外へ、外へ、外へ、それが、到着する運命の場所へ。その光の愛をどこに送るのか、必ずしも知る必要はありません。特定の魂や状況に向けられることが望まれない限り、あなたは、ただ、この流れの流れが自分自身の道を見つけるのを許すだけです。愛、光は自分が何をしているのか、どこへ行く必要があるのかをいつでも知っています。あなたは光、愛と言った後、愛、光に切り替えていますね。よく、マントラは I am the light を先に言うべきか、それとも I am the love を先に言うべきかと質問されるのですが、これには何か理由があるのでしょうか。あなたは、それは重要ではないと言います。これは正しい。この二つのコード化されたものは同じ波動なのです。単純に言えば、両者が一緒に使われると、掛け算のように増幅してより高いバイブレーションのコードを生み出すということです。わかったよ。すっきりさせてくれてありがとう。その時その時で、どちらの言葉が先に流れ出ようとも、B であることを許すべきなのです。どこにいても、何をしていても、ハートから愛を送ることができます。では、そうなるために考える必要さえないと？私のハートが勝手にやってくれているの。これは正しい、流れることを知るということ。また別の曲、また別の T シャツ。流れることを知ることで、あなたが思っている以上に、あなたの愛を最も必要としているものに、手を伸ばし、触れることができます。その、ソーマッチモアについて説明していただけますか？もしよければ、ブロッサム、自分で答えてみてくれますか？まあ、流れているのが愛である以上、生命であるものすべてを、高揚させているのだと、私は思っています。他にはネガティブなエネルギーを分散させる。他には今私は努力して考えなければならない、そしてやってみることを手放し、次の思考が流れるようにするのです。地球全体の波動を変える。そしてあなたは考えようとすることを脇に置き、ただ流れに身を任せることで大当たりを引き当てたのです。面白い、面白い、ラップだわ。わかりますか、ブロッサム。それは、あなただけでなく、一人一人に、そして誰にでも言えることなのですよ。今、私たちが言ったことを理解できましたか？ええ、でも、あなたからは、その方がいいように聞こえるわ。しかし、そこが重要なのです。あなたは、米国に答えを求めていた質問に答えることができました。なぜ私たちからの方がいいのですか？私は答えたい、あなたたちの方が、賢明だからです。でも、あなたが、それについて、私を訂正しようとしていることは、もうわかっています。確かにそうです。なぜなら、あなた、親愛なるブロッサム、親愛なる魂たち、あなたは、すべてを知っています。ブロッサム、あなたは、今、私たちのバイブレーションに同調している。私たちは、同じ波長でおしゃべりしています。私たちのバイブレーションは、あなた、一
人一人がいつでも必要な知識を受け取ることができるものです。それでも全ての答えを得ることはできません。これはブロッサム、あなたがどのような質問をしているかに依存します。今地球の平面にいるあなたたちが知りたがっている質問はたくさんあります。しかし今この瞬間にあなたがいる位置から特定の物事を知ることは神聖な計画に沿ったものではありません。私たちが前に言ったように、あなたが特定のことを知っていたとしたら、あなたが計画されたタイミングの前に特定の物事に気づくようになっていたとしたら、あなたは単に物事を早く知ることによってコースを変更します。これは流れを乱す変化を生み出すでしょう。あなたが知りたいと絶望する答えのない全ての質問を単純化することができます。もう一度言います。手放し、流れに任せるのです。あなたが知る必要があるのは、あなたが意識する必要があるのは、愛であることによって、光であることによって、あなたはまさにあなたがすべきことをしているということです。その理解の一瞬一瞬を楽しんでください。あなたが気づくために必要なことは、神聖な計画の神聖なタイミングで与えられるでしょう。それぞれの答えは内側にあります。そしてバラのつぼみのように、そうするようにデザインされた時に、それは花開くでしょう。エリック・クラプトンの歌を思い出しましたよ。Let it grow, let it grow, let it blossom, let it flow。 そしてその思いには何の努力も必要ありませんでした。ありがとうみんな。考えるための糧を、感謝の気持ちを込めて、愛の奉仕を。 I am